77年前の夏、広島で多くの人の未来を一瞬にして奪い去った原子爆弾。その年のうちに14万人、8月6日の1日だけでも5万人以上の命を奪ったと言われています。この夏、一人の被爆者が亡くなった妹の遺品と対面しました。一緒に通っていた女学校の制服、ここに手があったのね、手首から手が出てたの、ここに顔があったの。妹は12歳、中学1年生でした。8月6日の被害がとりわけ大きかった世代があります。12歳から13歳、今の中学1年生です。なぜなのか、私たちは被害の全貌を明らかにするため、各学校や遺族のもとに残されていた死没者名簿や被災記録を独自に収集、生徒たちの行動を初めて可視化しました。8月6日の朝、遠くは30キロ離れた自宅から広島の中心部に集まっていた8000人もの中学生。軍の主導で空襲による火災の被害を抑えるため、木造家屋を取り壊す作業に動員されていたのです。戦況の悪化によって人手不足が深刻化し、動員された生徒の大半が中学1年生でした。被爆直後の私の姿です。無防備なまま原爆の猛威にさらされた生徒たち。女学生がもう全身やけどで、両手を出して痛いよ熱いよとか、先生お母ちゃんとか泣いてるわけですが、道端にはもう力尽きた人が殺してくれ殺してくれと叫んでるわけですね。あの日、息子を作業に送り出した母親。被爆後、息子を探し回りましたが、見つかったのは弁当箱だけでした。今日は休めと言ったら死なすのではなかったものを、母を許してください。生き残った中学生も戦後、あの日の記憶に苦しみ続けてきました。ゴロ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 、本当に足の踏み場がないほど横たわっとったよね。ごめんなさいごめんなさい、心の中で言いながらね、踏みながら逃げんと、周りが全部死体の山じゃけんね。目にしたもの、聞いたもの、そういうものがもううわーっと押し寄せてくるんです。原爆投下から1ヶ月の間に8000人の生徒のうちおよそ6000人が命を落としました。無差別に全てを奪う核兵器の脅威、77年前の命の記録は未来を犠牲にして推し進められる戦争の現実を今に突きつけています。